こんにちは、ももゆみだ。今日私は七瀬整形外科で包茎手術を受けに来ました。こんにちは、ももゆみだ。私は今日七瀬整形外科に包茎手術をしに来ました。もともと遺伝っていうのもあってすごく胸が小さかったのが昔から悩みでした。韓国のインフルエンサーさんとかモデルさんってすごく細いのに胸がちゃんとあってすごく女性から見てスタイルが良くて魅力的な体型をされてるので、私もそんな感じのスタイルになりたいなと思って包茎を決めました。すごく大きくなりすぎるのも嫌なので、私の身長とか体格に合った大きさで自然にサイズアップできたらいいなと思ってます。もともと奈々のファンドイヨン先生が包茎の手術ですごく有名なのを知っていて、あとは顔の手術も奈々で受けていたので、通訳さんとかスタッフさんの皆さんもすごく親切で良かったので、また包茎を受けるんだったら奈々でやりたいなと思って今回も奈々でお願いすることにしました。私水着を着たいです。じゃあ今から検査とカウンセリングに行ってきます。안녕하세요나나성형외과황동현원장입니다이시아라님은갖고계신골격이상당히좋으신편이세요흉곽의넓이도충분하고갖고있는유선조직의양도굉장히좋은타입이세요다만굉장히슬림하고마른타입이시기때문에피부가두껍지않고피하지방층의두께는얇아서적당한사이즈로선택을하기로했습니다그리고가슴에비대칭이있기때문에양측에들어가는보형물의사이즈또한다르게설정을하였고요그래서왼쪽가슴은보형물사이즈모티바보형물기준으로했을때데미타입 380cc 를사용을하기로했고오른쪽가슴은360또는 340cc 를제가트라이해볼예정입니다그렇게하면은풀 C 에서 D 컵정도되는그런가슴이될거고요가슴골이나가슴의모양가슴의촉감에있어서너무부자연스럽지않고너무티나지않은적당한자연스러운만족스러운가슴을만들도록하겠습니다안녕하세요今検査とカウンセリングを受けてきました。固定ブラを毎日ちゃんとつけないといけないみたいなので、それはしっかり毎日つけようかなと思ってます。なんかすごい分かりやすかったし、なんか先生が優しくってよかったです手術後はなんか自然に大きく、なんか谷間も綺麗にできる感じで、あとは感触も柔らかくしてほしいっていうのを先生に伝えたので、楽しみにしてます。一風景平日だよじゃあ今から手術室に移動します。私は今手術室の前に来ました。これから手術を受けてきますバイバイ。안녕하세요ももゆみ입니다。今日は7で包茎手術を受けて7日目になりました。脇を切開してモディバのシリコンバッグを入れました。手術当日は一番痛かったんですけど、なんかこの胸とか脇のあたりがなんか筋肉痛みたいな痛みで、なんかすごく寝るのも起きるのもしんどかったなって感じで、2日目3日目で、もちろん筋肉痛あったんですけど、だんだん良くなってって、私は4日目以降からは筋肉痛がそんなにひどくなかったので、なんか起きる時もそんなに力を使わなくても起きるようになったし、今は1週間経ったんですけど、筋肉痛あるはあるけどそんなにひどくないので、普通に日常生活を送れてます。なんか急に大きくなって皮膚が伸びるから肉荒れがしやすいって聞いたので、なんか保湿クリームを毎日ちゃんと塗ったりとか、圧迫バンドは寝る時もしっかりつけたりとかしてました。
今胸が結構硬いので、それをちょっと柔らかくする超音波とヒーライトを受けに来ました。すっごく綺麗にできてるし、経過もいいし、この脇の傷の部分とかもいい感じに治ってるって言ってました。触ると硬いです。でもなんか入ってるっていう感覚は今はもうなくて、ただなんか急に大きくなったのでちょっと重くて肩が凝るなって感じです。日本のサイズで B カップだったんですけど、今は日本のサイズで E カップになりました。100点です。すごい満足してます。今日は7で包茎手術を受けてから1ヶ月経ちました。1ヶ月経ってやっと下の方がだいぶ柔らかくなってきて、上下に揺れるようになりました。なんか寝っ転がった時はやっぱり上に乗ってる感じがあるので入ってる感あるんですけど、普段立ってる時とかはそんなに感じないし、ちょっともう慣れてきました。今1ヶ月経ってやっと固定ブラを外してよくなって、普通にスポーツブラがつけれるようになったんですけど、すごい可愛いスポーツブラが韓国にたくさん売ってるので、そういうのを着て気分も上がるし、なんかやっぱりこの服を着た時に、私は結構クロップティとかこういう服をよく着るので胸が大きいからすごくスタイルがよく見えて、胸が大きくなった分くびれがもっとなんか目立つようになったので、すごく自分の体験に自信が持てるようになりました。それではももでした。次のレビュー動画でお会いしましょう。この動画が役に立ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。